どうも、翔でーす。ゆうでーす。二人合わせて、翔でーす。お願いします。はい、ではね、ダッサクサツ群馬の2021年の、はい、新加入選手紹介の3本目になります。はい。今回ね、松本山雅から来た二人。はい。ちょっとやっていきましょう。前々回は大宮からだったけど。そう。松本に、まあ、昨シーズン在籍した選手が二人来たので、はい。こちらもセットで紹介していければと思います。はい。はい、ではね、背番号16番に決まりました久保田和音選手、はい、こちらミッドフィルダーの選手ですね、はい、松本山雅から完全移籍、うん、まあ、1997年の1月1日生まれということでね、お元日に生まれたというのはちょっとおめでたいですね、ですけどね、はい、まあ、身長はね、170センチとちょっと小柄なタイプですね、うん、まあ、今まで紹介した選手は結構大柄な選手が多かったと思うんですけどね、うん、まあ、ポジションとしましては本職はボランチ、はい、だけどまあ結構サイドハーフとか、うん、トップ下だったりとか、まあ、山賀がシャドウで出てたりとか、はい、センターフォワードもやったりウィングバックもやったりというところで、なるほど、多彩な選手かなと、どこでもハマれるって感じですね、はい、でまあ、特徴としては柔らかなボールタッチが武器で、まあ、攻撃のリズムを作るのが上手いっていう選手みたいですね、うん、なるほど、まあ、なんかボランチが向いてるっていう風に確か山賀の方は言ってたかなと思うんですけどね、そうすると内田選手、岩上選手の中に入ってこれるかっていう感じですかね、ただ結構ダスパの予想スタメンとか書く方ではサイドハーフに置いてる方なんかもいるんで、うん、まあ、どこで使われるのかっていうのも結構注目のポイントなのかな、そうですね、思いますね、うん、で、ですね、まあ、田中俊也選手と鹿島時代のチームメイト、はい、というところでね、おー、まあ、だからね、古いってほど、まあ、年数経ってないですけど、まあ、ちょっと何年か前に一緒にやってたっていうところで、うん、まあ、そういう部分でもね、結構馴染みやすいのかな、うん、ね、元チームメイトが一緒にいるっていうのは、で、まあ、あと余談ですけど、まあ、僕らは割とね、あの野球も好きじゃん、うん、あの大阪桐蔭高校出身の、おーというところでね、はいはいはい、まあ、そんなにもうさあの強豪ってイメージはそこまでないかもしれないけど、ないね、うん、でちょっと桐蔭高校ってだけでおっなんか野球のイメージあるね、うん、本当にね、でも結構野球も好きな勢からしたらちょっと桐蔭出身ってだけでちょっと気持ちが入るというかそうね、うん、っていうのもね、まあ、全然サッカーには関係ない話なんですけどね、うん、まあ、そこからね鹿島に行きまして、はい、まあね、岡山にレンタルで行ったりとか、まあ、松本に行きまして、うん、どすかに来たというところ、はい、なんか聞いた話によると、いや松本側もね、あの契約更新しようとしてたところだったんだけど、ダスパに、まあ、持ってかれたみたいな、なるほど、雰囲気だったみたいなので、なんか いらないっていうか、なんか戦力として見てないよってわけじゃなくて、戦力として考えてたところをダスパが取れたっていうところでね、なるほど、これは大きいんじゃないですかね、はい、まあ、昨シーズン松本では25試合出まして、先発18試合で、まあ、2アシストっていう形だったんでね、うん、まあ、バリバリのレギュラーとまではいかなかったですけど、はい、まあ、結構試合に出たっていうところで、なるほど、あの布監督がまあ松本って言ったらね、前半戦指揮してましたけども、そうですね、ちょっと後半変わっちゃいましたからね、途中でね退任ということで、まあ、ラスパーサポの方からしたらね、ちょっとその辺いいイメージないかもしれないですけど、うん、山賀に対して、ですね、松本山賀に対して、ただまあその布監督時代に結構久保田選手は、もうボランチでスタメンの機会もらってたりとか、うん、まあ、布監督から結構高い評価を得ていたんじゃないかなっていうところでね、なるほどね、まあ、ちょっとダスパにもまあある種縁があるというか、うんうん、っていうところでこうダスパに来て、まあ、このポテンシャル発揮してもらえればと思いますね、はい、まあ、あとちょっとね得点力に課題があるよみたいなとか、ちょっとフィジカルの部分で不安というか課題だよっていうのも聞いているんで、なるほど、ね、まあ、そこが改善されれば、うん、むしろ穴がない選手だよっていう評価だったんでね、はい、まあ、ちょっと山川がかなりいいプレーしてたみたいなので、うん、ちょっと楽しむかなと思います、ね、はい、ちょっとね、まあ、ボランチって言ったらね、まあ、宮坂選手とか抜けましたから ね、うん、 そ、 うですね、まあ、そこに入っていくのかとかもちょっとワクワクしております、はい、はい、でもう一人ね、松本山川に在籍していた選手ですね、背番号39番に来ました高木明人選手、はい、こちらはね、一応ガンバ大阪から完全移籍、なるほど、まあ、レンタルで松本に移籍してたという形ですね、うん、はい、まあ、1997年生まれの選手ということで、まだ若手の選手、はい、まあ、結構ね、この選手は有名な選手なので、うん、結構名前聞いていた方も多いんじゃないかなと思って、まあ、僕も加入発表された時はびっくりしました、はい、ポジションとしましたセンターフォワード、はい、
とサイドハーフ、うん、まあ、あとトップ下もできるよって言ってましたね。なるほど、うん、まあ、一応ガンバユースで、まあ、平尾選手の後輩にあたる1年後輩ですね。あ、まあ、ここもまた知り合いがいるってところで、そうですね、馴染みやすいがね、うん、で一応ガンバ大阪の史上最年少公式戦出場記録を持って、あ、そうなんだ、16歳8ヶ月12日ということで、まあ、宇佐美選手を抜いて更新した選手ですね。あ、そうなんですね。だから本当にガンバユースの逸材だったわけで、うん、まあ、その選手がね、まあ、23歳になったとはいえ、ダスパに来たっていうのはびっくり、うん、ね、これは期待できますね。だから結構ガンバサポの方も多分高木選手は結構ずっと期待して追ってた選手だと思うんで、うん、ちょっとね、ダスパでどれぐらいやれるかっていうのは気になってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、まあ、裏への抜け出しとシュートに定評があって、うん、まあ、だからこの選手もね、前回北川選手の時に言った感じと似ちゃうんですけど、うん、まあ、2トップで使われる側の選手で生きるタイプなんじゃないかな。ああ、なるほどね。じゃあちょっとプレースタイルが被るような感じになるかね、うん、北川選手と。で、まあ、両者ともね、サイドハーフでいきますんで、うん、うん、だからどっちかがフォワードでどっちかサイドハーフなんていうのも全然あり得るかな。うん、まあ、両方使うとすれば。そうですね。うん、ガンバ大阪アンダー23っていうのがね、まあ、J3 にはありましたけども、うん、まあ、2019年、まあ、ザスパも J3 で戦ったシーズンにガンバのアンダー23で、まあ、17試合で10ゴール、あ、11ゴール1アシストっていうね、素晴らしい、抜群の結果を出してるんで、素晴らしい、まあ、得点力はね、間違いないと。うん、で、誰でしたっけね、坂東選手だったかな、はい、何かで言ってたみたいなんですけど、うん、元ガンバでも、ね、活躍した坂東、まあ、バンド選手というかもうバンドさんなんですけど、バンドさんで引退されてる、バンドさんだったと思うんですけど、なんか J3 で得点できる選手はカテゴリーが上がっても得点はできるって言ってたんですよ。うん、なるほど。なんでかっていうと、こう周りのレベルが上がるから、うん、サポートされる環境とかも良くなる中で、うん、ってなるとフォワードはやりやすいらしいんで、なるほどね。点は取れるはずだっていうふうに言っていたので、はい、そういう意味でも、まあ、北川選手もしっかりですけど、J3 とかで、まあ、結構得点してた実績がある選手というだけで、ちょっと期待できるんじゃないかなと。なるほど。そうなんですよね。ちょっとね、もうまさかこんないい選手がね、来るとはね。本当にポテンシャルは間違いない選手だと思いますんでね。で、ですね、この選手も松本では布監督の退任でちょっと出場機会減少してしまったので、まあ、結構布監督から評価されていた選手というところでね。はい、まあ、久保田選手や高井選手だから、ある種の布チルとかというかね、ところでね、ちょっとダスパー、そしてもやっぱ、あの布監督が認めた選手たちならやってくれるんじゃないかなっていう感じで期待していいんじゃないでしょうかね。そうですね、期待しましょう。はい、というところでね、この楽しみな、まあ、若い選手2人がね入ってきますんで、うん、この選手たちもまあ完全移籍ということで、できれば長くザスパでねキャリアを積んでいってほしいなと思うところでございます。そうですね、まあ、ぜひともこの高木と久保田両選手がね入ったことで攻撃良くなったねって言われるような、はい、補強になったらいいなと思いますんで、はい、楽しみにしたいと思います。楽しみにしたいです。はい、こんな感じでね、ザスパの新加入選手で全員ねやっていきますので、よかったら全部チェックしていただけたら嬉しいなと思います。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。